ラオスのスタンプタイプの詐称。滞在期限が満了する前に隣接国に出国し、詐称を取得するビザ欄と呼ばれるもの。見た目は入国許可、出国許可のスタンプと変わらないアメリカの詐称。詐称、またはビザとは国家が自国民以外に対してその人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書である。 多くの国では入国を保障するものではなく入国許可申請に必要な書類の一部となっている。大多数の国が同様の制度を運用しているが同時に一定の条件内で査証免除が行われている場合が多い。査証の主目的は入国しようとする外国人が入国するにふさわしいかを事前判断する身元審査である。 犯罪歴があるなど身元審査で不適格と判断されたものには、詐称が発行されず、その場合原則として入国は許可されない。また詐称は、事前段階における入国許可申請証明のあくまで一部であり、詐称を持っていても入国を拒否されることがある。詐称は在留許可と混同されがちだが、詐称が入国申請を行うための要件の一つであるのに、対し、 在留許可は入国するため、あるいは入国後滞在を続けるための資格である。また、旅券は国籍証明と考えると理解しやすい。混同の原因として、一般的に詐称の項目に滞在目的、滞在資格が併記されていたり、また一部の国では詐称と在留許可が同時に与えられることが挙げられる。最終的な在留、入国許可は国境検問所や、 港や空港にいる入国審査官の裁量で決定する。詐称は外国人が入国する前に行われるため、その審査や発行は原則在外交換で行われる。一部の国家を除き旅行対象国が世界中に持つすべての在外交換において受給が可能である。遠く離れた国家にある在外交換よりも旅行者の交流が多い隣国にある。 在外交換の方が申請を受けてから発給されるまでの所要日数が短いことが多く発行手数料も安いことが多い。そのため旅行中に隣国の在外交換を訪れて発給申請できる。国家によっては国境や空港の入国審査所において即時発行が可能なことがある。ただしこの場合も即時発行できる地点が限られていることが 多い。国家によっては、旅行者の居住国あるいは国籍国の在外交換でのみ差しを発行する国もある。また、滞在目的に応じて、審査基準が異なり、数日間の観光、通貨滞在目的ならば、比較的発行されやすいが、留学、就労、長期滞在目的での申請の場合、その受け入れ保証がなければ発行されないことが多い。背景には、 外国人労働者の安易な導入は、自国民の雇用に悪影響を与えるという発想がある。通常、詐称の発行には、手数料が必要である。基本的には、語形主義による、手数料は発行国や、詐称の種類、国籍によって違い、また同一国であっても発行場所によって違うことも多い。国家によっては、手数料の他に特別料金を上乗せして支払う。 ことにより、通常よりも短い日数で、あるいは即時発行できることもある。反対に、ロシア連邦等は、早期に申請すれば、手数料を軽減、あるいは無料にするところや、すべて無料で行う国家もある。詐証の発行には、旅券、申請書のほか、証明写真が必要であることが多く、その他にも、国家や旅券の種類によって、申請に必要なものが異なることがある。 同一国の同一種類の旅券であっても発行場所によって申請に必要なものが異なることさえある。近年では、詐称受付業務を大使館外の民間企業にアウトソーシングしている例もある。この場合、詐称手数料の他に別途手数料が徴収される。ただし、ビザ申請センターでは受付、受領業務のみを行い、実際の審査、 発行業務は従来通り大使館が行う。ビザ免除プログラムも参照一部の国には、観光目的かつ短期間の滞在なら、詐称の発行を受けずに入国できる。ただし入国審査において詐称がなくとも良いという意味であり、入国申請や在留許可は別に必要である。また詐称免除を認めている国の間では、旅行代理店による代理申請を認めている場合もある。 ビザなしで渡航できる国の数は、所持するパスポートの発行国により異なる。コンサルティング会社のヘンリーパートナーズは、国際航空運送協会の資料に基づき2008年以降、ビザなし渡航できる国数を示すパスポート指数を公表している。2019年1月時点では、日本が首位で、韓国、シンガポール、ドイツ、フランスが続く。 朝鮮民主主義人民共和国は42カ国で、最低がアフガニスタンイラク、国の経済水準や治安、対外政策、国内体制による差が大きい。特定の国家が、特定の国家に対して、詐称の発行を行わない、またはその条件が厳しいことがある。外国の国家元首は、国際関連により、パスポートなしで入国を認めるため、詐称も不要。 日本国の通貨査証在留資格については、報道や教育、スポーツ関係など、個々のケースごとに細かく規定されているため、詳細は公実の外務省サイトを参照のこと。応印、別紙、調布とデータ化がある。1988年のオランダの査証旅券の査証欄に応印する形式。観光や通貨などの種類ごとに違うスタンプを用意している場合と、 あらかじめスタンプに複数記されている種類の欄折れ印でチェックする方法などがある。有効日数や発行日などは手書きの場合や回転日付印を使用する場合などがある。偽造防止のため、領事やその代理人、領事会員などの署名などが記されることも多いものの、それでも偽造は防ぎにくいため、近年は減少傾向にある。無効となった場合は、ボイドと スタンプが押される。1982年のソビエト連邦、詐称旅券冊子とは全く別のスリップなどと称される紙で発給する形式。入国時に半券を回収し、出国時に残りを回収する形式が多い。詐称に旅券所持人の顔写真を重複することもある。現在では、朝鮮民主主義人民共和国が詐称発行の際、 外交関係のない日本国籍や韓国国籍のものなどが詐称を申請した場合に行われている。出入国スタンプの応印も詐称に行われ、出国時に詐称は回収されるため、パスポートには朝鮮民主主義人民、共和国出入記録が一切残らない。中東ではイスラエルと対立関係にあるアラブのイスラム県諸国では互いに入国履歴があるパスポートでは、 入国ができなくなる場合があるため、上述したような旅券の二重取得という方法のほかに、別紙が利用されることも多い。かつて、ソビエト連邦が採用し、ロシア連邦でもしばらく引き継がれた例があるが、近年は使用例が少ない。出国時に全て回収されるため、旅券に詐称の記録が残ることがない。ただし、出入国スタンプの応印は、旅券にも行われる場合がある。 また、中華民国旅券所持者に対して、中華人民共和国への配慮から、別紙にて発給し、出入国スタンプもそこに応印している国がある。パスポートに貼り付けられた2012年の、米国短期観光差症旅券の詐称欄に、シール形式の詐称を重複する方式。他人の旅券に貼り替えられる悪用を防ぐために、シールとページにまたがるように署名や経意を応印することや、 シール面に本来の非交付者の証明写真、氏名を記すことなどが行われる。近年は印刷技術の進歩により偽造防止のため、紙幣同様の印刷が使用されることが多く、ホログラム等が施されることもある。有効日数や発行日などは、近年はパーソナルコンピュータ等による印字が普及したため、あらかじめ印字されている形式が多い。無効となった場合は、ボイドと スタンプが押される。コロンビアの電子詐称表示イメージズインターネットの発達により生まれた形式。インターネットなどで提出された詐称申請により詐称をサーバ上に保存し入国時などの必要な時に端末操作により取り出す。この形式も旅券には記録が残らない。2020年現在オーストラリアが ETA として 短期滞在者などを対象に採用したのを皮切りに世界各国で徐々に広がりつつある。申請者はあらかじめウェブから必要事項を入力しクレジットカードで料金を支払う。入国審査時は読み取り機会に旅券をかざすと同時に顔写真を比較される。なお、国によっては入国時に当局より発行されたビザ発行済証を印刷して持参する必要がある。また、 必要時には、ビザ申請サイトにログインすることで、いつでもビザステータスを確認することができる。インターネット上を中心に、IC 旅券に詐称が書き込まれるとの説明しているものもあるが、これは完全なデマである。IC 旅券のメモリは、旅券記載事項のテキストと顔写真画像データだけの読み出専用で、偽造防止の観点からも、旅券発行後に、 外部からデータを書き込んだり改変することは一切できない。海外渡航の自由がない国家において自国民に対する出国許可を出国ビザと称する場合がある。このグラフィックス、ビザなしと広告数、日本がシンガポール州位に日経ベリタス2018年4月29日。韓国パスポート、世界に1 8 9カ国にビザなしと効果のイコール1位日本。 2019年3月17日閲覧。海外安全基礎で得たリベア外務省2013年8月10日閲覧。サウジアラビア政府による日本国民を含む一部外国人に対する観光ビザ発給開始の発表から在サウジアラビア、日本国大使館令和元年9月27日。ありがとうございます。